小林、行きます。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195年、地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代。地球連邦政府とは違うけど、構図は宇宙世紀と似てるのね。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ、そして完全平和主義か。ここが首都ニューポートシティ、こんなところが戦場に。カエさん、先に出ます。ガンダンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。こちらマグアナプター3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だって？まだ戻られていない。この時点でスタンドロックがない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それか、ルクレティアノイン特異は？通信が繋がらない。ここは我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントの時と同じく小隊長の私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナプタイの意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、ローラス、エピオン、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機、モビルドーではないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍は違和感なく連れ込んでる。あれってバルバトスと入れ替わったランバラルタイのグフにしては数が多くない？グフ自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラルタイはないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。お、それだよ、犬姉さん。このブレイクミッションの違和感、人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言は出せないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。これはどうだ。ひるむなよ、マグアナ隊の誇りにかけて。かわせるか。落ちる。てれや。三番隊、左翼に回ってくれ。てれや。そこだ。当てる。モビルスーツからってことね。そうと決まれば小隊長、派手にお願いね。
青いモビルスーツ、軍を全滅させて。首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。こっちの目的は。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡もできた？もちろん。これでランバラル隊員が。ユゴ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって何これ。介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう、その力が。この G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は、ガンダム。小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの。そのモビルスーツは。私のデータは与えられていない。SACRA/1351420。 今の私はサクラスラッシュ、ユノ姉さんに勧められたんだよ。コード名変更だ。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けるな、ということだ。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと。データベースを確認したけど、あのガンダムのパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということ。ジェイク、当てる。ギナーテリア、当たれ。直撃させる。これはどうだ。しまった。なんだと、この力は。ジェイク、勝つものか。逃さず。さすがだな、小隊長。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい。何者なの。ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、あ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。危ねえ危ねえ、備えあればってやつだな。危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの。ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる。私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダムラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダムなのに、私たちのことは知ってるみたいだったけど。パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちよ。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの。もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダムバルバトスが現れたあの場所か。
ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユノ頑張れ、小隊長頑張れ。やるわよ小隊長、私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソドンの町でランバラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがナル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内して、ランマラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエさん、先に出ます。ガンダンク、発進よし。
ヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのルフってモビルスーツに出てこられたら、ガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強の若きエースパイロット。ユノさん、いきなりどうしたんです？あ、いえ、なんでもないです総長。ホワイトベース、こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長を起こしますね。ブラウの報告通り。わかった、船の直縁に回れ。フラウボーなんてよこしやがって。ブライトが自分で来りゃいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かってますよ。かわせるか。くらえ。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか判断は任せるわ。ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの一歩。おっと、ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが着底したままだ。本来なら取り付いたグフを背面飛行で振り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行？艦内どうなっちゃうわけ。未来さん無茶するな。直撃させる。かわせるか。ザガー。ザガー。そこだ、そこ。連邦の白いやつ、ガンダムか。我々の標的はあくまで木馬だ。モビルスーツごときにうろたえるな。くらえ。テリア、ガンジル。テリア。いやあ。ギュッティ。飛ばしすぎたか。テリア、出すのか。出すよ。当たり。テリア、落ちる。
そこ。これはどうだ。そこだ。当たってくれ。抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ。ザクとは。ガンダムバルバトスにならなかった。グフのままね。クルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしようか。ガンダム。グフめ、事実を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはジオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。そこだ。その隙こそが命取りなのだよ。まだ動くさせるか。こいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。サンクキングダムで戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が機動性能を限界まで引き出してるんだよ。相手は青い女性、頑張られ隊員なんだから。させるぞ。でかー、落ち返るな。しまった。ほう、思い切りのいいパイロットだ。手強い。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランの乗り物。相手を脅して済ませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。了解。僕たちでやるしかないんだ。ほう、これはどうだ。いや、あるな、ガンダム。しかし、こちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ。モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前はさっきの暴虐か。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさかな。時代が変わったようだ。暴虐みたいなのがパイロットとは。ガスだな。この程度。しまった。その隙こそが命取りなのだよ。させるか。うかつなやつめ。くらえ。させるか。まだ動く。覚悟。またね。やるな。いつでどうだ。しまった。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。待て。ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレーク修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は。え、総長。僕はあの人に勝ちたい。作戦終了っと。帰還するぜ。
ルーミッション検索、該当あり。さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス、姉さん。厄災戦の後失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。あ、ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り。エドモントンのブレイク現象を修正する重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。ハロ先輩、ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。エラーエラーエラー。ちょっとハロー、さくら、勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど、ハロー大丈夫？さくら、もう勘弁しろさくら。他にもおかしなコードは直しといたけど、さくら、勝手なことはしないでよね。やっぱり波のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら、聞いてるの？次やったらお仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの街に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。ブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。
敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが事実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として、三日月くんのガンダムバルバタスと秋広くんのガンダムブシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん。筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、犬姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。カエさん、先見てます。ガンタンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月くんと町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりストルーパー、絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長、気をつけて。何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん、気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長、三日月くん、先を急ぎましょう。これはどうだ。ギュッザデアー。立ちよ。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。とっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたのよね。ケージではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが振る舞うことがブルーミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、クルデリア、すぐに行く。まだまだ敵機がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり遂げる。議事堂まであと少しだ、持たせてくれミカ。大丈夫、倒すべき敵は分かってる。街のそばでモビルスーツを展開するなんて。キャラ、出てこなければよかったのに。こんなところで終わらせてくれるはずがねえ。
なあ、いいか、行くぞ、バルバトス。フランク、いいよ、手にかけた。罪深き子供め。誰ぞ。貴様、この動き、普通じゃない。ちょっと、じっとしてろ。ってことだ、君たちの罪は止まらない。加速する。俺たちは議事堂へ向かう。そっちは任せたぞ。ああ、任され。さあ、罪深き子供、クラクリオ、お前たちと戦うつもりなどなかった。お前たちを救うつもりでいたという、その慈悲深き思いが、なんで伝わらない。あのおっさんは自分で死にたがってる。はい、出来損ない。精錬なる正しき人道を理解しようとしない野蛮な獣なのに、あのお方がお救いに手をかけ、冷たい墓標の下に引きずり込んだ。うわ、機動力が全然落ちない。単純な速度じゃなくて反応速度か。これがあらやる。おい、バルバドス、海からよこせ。お前の全部。まだだ、バルバトス。死んで上がる。何？けっ、まだだ、もっともっともっとよこせ、バルバトス。ガンダムバルバトスだ。ちょっとさくら、三ヶ月くん大丈夫なの？大丈夫だよ。これが彼が選んでいた道だから。え？さくら、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら、聞こえるか。まかないとクーデリアは議事堂へ送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。から先は死ぬな。もう死ぬんじゃねえぞ。こっから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぷり殺す。だからいいか、何としてでも、はってでも、それこそ死んでも生きやがれ。うん、わかった、オルガ。お前にだけは言われたくないよ。フランクに、ボードウィントコムさんさ、私は、私のただし。そのガイリオ・ボードウィントコムさんさと、キマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り、俺も止まらない。これまでも、これからも。やったの？これで、トゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけど、エラーは出てない。ブレイクアウトするよ。作戦終了っと。帰還するぜ。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて、ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ、あれは。人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、ユノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。
いや、このディレクトリのだよ。この他にもあるわけ？聞いて、犬姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと犬姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。